こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は独譜力アップのための実践的な方法というテーマでお話ししていきます。はい、まあ、少し前にね、独譜力を高めるためには楽譜を書くといいですよっていうお話ししました。まあ、これはね、ぜひともやってほしいんですけども、まあ、でも書くとなるとね、やっぱりちょっと大変だっていう人もね、いると思いますので、また今日はちょっと違う角度からの、アプローチですね。それをちょっとお話ししていきます。はい、で、壁にぶつかった時にね、なるべくシンプルに考えた方がいいですよっていう話も少し前にしました。ね。で、独譜力を上げるっていうのも、これシンプルにね、こう考えていくと、結構、まあ答えというか方法いろいろ出てくると思うんですね。で、まあ本当に独譜力を上げるのにどうしたらいいのか。ね。思いっきりシンプルに考えると、なるべくたくさんの楽譜を見て弾く練習をする。これがベストなんですね。はい、まあ本当に至極単純な話なんですけど、ただね、楽譜読むのが苦手だっていう人はなるべくこう楽譜を避けようとしてしまうんですね。だから、まあ楽譜ね、もう最初だけちょっとまあなんとか楽譜は解読するけど、もうあと覚えてしまったら全然楽譜を見ないとかね。で、楽譜見るのが億劫だからもう覚えてる曲ばっかり弾いてしまうとか、そんな感じで楽譜を読むことをどんどん遠ざけてしまうので、なかなか独譜力が上がるね。ですからまあ逆に言うと、独譜力を上げるんだったらどんどん楽譜を見ながら弾く、そういう時間を増やすこと、回数を増やすこと、曲数を増やすこと、そういうことを考えていけばいいわけなんです。で、ただですね、まあ、いきなり難しい曲をね、パッと見て、弾くっていうのはやっぱ大変なので、ちょっと弾きやすい、レベルの曲を選んでみるっていうのも一つの方法ですね。ですからまあ初心者向けのそういうエチュード集を買ってきて、ちょっと順番に弾いてみたりとかね。あるいは、例えばポピュラーとか、セミクラみたいなのでも、割とこう弾きやすくね、初心者向けにアレンジしてあるような曲種なんかもあると思いますので、そういうのを見ながらね、弾いていく。要は、弾きやすいものから弾いていくっていう。これもまあシンプルに考えるっていうことにつながってくるんですけどね。まあ、独譜力に限りませんけど、何か難しいって思ってしまうとね、難しいことばっかり目にこう入ってきて、難しいことにだけなんか取り組まないといけないと思ってしまいやすいんですね。はい。で、それでますます億劫になって、どんどんこう苦手意識が強くなっていくっていう、そういうね、傾向があると思うんですけど、ね。だから難しいのとは、まず優しいところからやればいいわけです。ね。ですから、まあ、弾きやすい曲、ね。ちょっと頑張ったら読めるような、そういうね、技術レベルの曲を選んで、それを順番に弾いていくんですね。で、ただ弾くって言っても、やっぱり、まあ、まず大事なことは最初から最後まで弾く。弾き切るっていうことですね。途中でやめたりすると、あんまりその独譜力って上がりにくいのでね。ですから、まあ、短い曲でもいいので、とにかく最初から最後まで一曲弾いてしまう。ね。で、それを、まあ、やるっていうことが大事。ね。で、あと合わせて、まあ、楽譜読むの苦手っていう場合に、まあ、まず解明読むのが苦手っていうのもあると思うんですけども、ね。で、どこを押さえたらいいのか探すのが苦手っていうのもあると思うんですけども、で、他にやっぱリズムが苦手っていうのもあると思うんですね。はい。なので、まあ、それら、要するに解明、押さえる場所、ポジションですね。解明もポジションも、それからリズムも正確に読み取れるスピードで弾く。要するにゆっくり弾くっていうことです。ね。これもまあシンプルに考えましょう。弾けないんだったら弾ける速さで練習すればいいわけです。ね。で、それをまあ徐々に上げていけば、だんだんとね、その楽譜を読む力もついてきますから。ね。だから、弾けない曲とか弾けない速さで練習するんじゃなくて、弾ける曲、弾ける速さで練習する。それを積み重ねていくんですね。で、そういう風にしていくと、だんだん楽譜を読むその実力、ね、そして楽譜を、その置き換えて音にしていくっていうね、その実力がだんだん上がっていきます。ね。で、そういう曲を何曲か、ね、やっていくと、積み重ねていくと、いつの間にかね、結構そういう独譜力ついてきて、まあそこそこ難しい曲でも、ね、それなりにテンポを落とせば、とりあえず最初から最後までもう通せる。みたいな感じになってくるんですね。で、それができるようになってきたら少しずつスピードを上げていくと、ね、最初の独譜力も上がりますし、曲を、仕上げるその期間、感覚もだんだん速くなってくる。ね、っていう感じになるわけです。ね。はい、ですから、まあ、ポイント、その独譜力を上げるっていうことでね、言うと、ポイントは、まずは優しい曲から始めるっていうこと。ね。そして、弾けるスピードで練習する。ね。で、弾けるスピードで最後まで弾き切るっていうことですね。そういうことをやっていくと、確実に、独譜力がアップしていきます。まあ、できればメトロノーム。ね。本当に最初、ゆっ
くりに設定しておいて、それを少しずつ上げていくとね、まあ正確に弾くっていうそのね、技術レベルも一緒に上げていけるようになりますから、そういうことをね、ぜひやってみてください。ポイントはいきなりできないことをやるんじゃなくて、できることを積み重ねていく。ね、できる、要するに弾きやすい曲、ね、そして弾けるスピードで弾くっていうね、ことですね。それを積み重ねることが大事ですのでね、ぜひとも実践してみてください。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。